もう中盤から後半はもうすごかったです。あのツルツルで路面も荒れて、実際僕も 6,7 回転んだんで、なるべく滑らせないように前に進めれば、はい、うまくスピード乗せていけるんで、そういうところを重視してます。